こんにちは、加藤咲です。今日は秋浴衣のすすめということでお話をしていきます。暦の上ではとっくに秋ですが、あなたはこんなことを思っていませんか？秋なのに暑すぎる。着物を着たいけど何を着たらいいかわからない。秋でも夏着物を着ていいってみんな言うけど、秋らしさも大事だよね。どうしたらいいの？これらは私の生徒さんとの会話でよく出る内容です。秋に夏着物を着ることは私も賛成ですが、選び方を間違えると周りは秋ムードなのに自分だけ夏を引きずって浮いた感じになることがあります。そうならないために気をつけるポイントは3つです。まずは色味。これやこれみたいにいかにも夏という感じの色味は9月になってから着るとちょっと浮いた印象になります。私はこれらの着物は8月いっぱいまでしか着ないですね。次に柄。うちわとか金魚とか朝顔、ひまわりなどいかにも夏らしい柄は避けましょう。秋草模様の夏着物とかをよく見かけますが、これはとってもおすすめです。最後に透け感。この着物のようにあまりにも透け感がある場合は避けた方が無難です。これらに気をつけていただければ秋でも浮かずに快適に着物を楽しめますよ。とはいえ夏着物自体持っている人が少ない中で、そんな都合のいいものなんてないよっていう声も聞こえてきそうです。そこで私がおすすめしたいのが浴衣なんです。実は今着ているものも浴衣です。夏には1枚で浴衣として着て、秋には中に襦袢を着て着物として着るのがおすすめ。暑い時にはこういった嘘つき襟だけして着物風に着るのもいいですよね。私が浴衣をおすすめする理由は素材と透け感です。浴衣は大抵綿や綿麻で作られているので、暑い時は汗を吸って熱を逃がしてくれるし、寒い時には保温をしてくれます。寒暖差のある時期にもぴったりの素材なんですよ。また最近の浴衣は透け感が絶妙なんです。若干透けてて涼しいんだけれども、襦袢を着ればほとんどわからないのでパッと見一重に見えます。だから秋にぴったりなんですよ。これもこれもこれも浴衣です。できるだけ季節感のない柄を選ぶといいですね。一点だけ注意したいのはカジュアルシーンでしか使えないということです。ジーンズで行ける場所であれば全く問題ないのですが、フォーマルシーンでは着用できません。ご注意ください。秋は絶好の着物シーズン。浴衣も上手に活用して着物ライフを楽しんでくださいね。着物をスラッと美しく着こなすスレンダー着付けの秘密を配信中。下の概要欄もしくはコメント欄から私と LINE で友達になっていただいて、セミナー動画を受け取ってくださいね。